どうも、中野と申します。今日はですね、バスに乗ってますね、はい、誰もいないんですよね、僕ら以外。まあ今僕らって言ったんですけど、今日はね、ちょっとアウトレットに行くんですけど、工藤君と一緒に行くわけじゃないんですよ。ちょっと彼がね、今日は平日なので行けないということで、今日はまあ違う人と行こうということになって、ご紹介しますね。ミス工藤です誰ですかミス工藤じゃなくて、追いつき美香ちゃんですね。知ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。嬉しいですね。なんで紹介すればいいんだろうね、美香ちゃんのことってね。まあ、オレオで覚えてます。ああ、そうだね。はい、インスタ概要欄に貼ってあると思うんですけど、オレオとファッションが大好きな子。はい。うん。って感じですよね。はい、オレオね。これ作ったの？作った。あ、作ったんだ。はい。フーディーもあったよね。それも作りました。それも作ってました。はい、何歳だっけ？22の年です。ああ、若いね。三井アウトレットパーク木更津に向かってるんですよね。そう。マルジェラもできたということで。そうなんだ。なんかここにはなかった気がする。あ、そうね。最近できたらしいんですよ、マルジェラ。そう。視聴者さんから僕教えてもらって。最初は出会ったのは、大代官山の3号店の時だよね。そうだ、そう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 、あれが確か去年ぐらいかな。そうだね、去年かな。その時にミカちゃんは、まあ、どちらかというとお店側の手伝いの人でいらっしゃって初めて遭遇したって感じですね。ミカちゃんのすごいところポイントとしては、英語と中国語喋れるんじゃなかったっけ。中国語はめちゃくちゃ喋れるわけじゃないけど、まあ、英語ははい、アメリカで育ったんで。あ、そうだよね、帰国子女ってやつだよね。あ、そうってやつ。中国と日本のハーフ香港、あれ違うのか香港と日本のハーフの子だから、マスクで見えないかもしれないけど、独特な綺麗な顔をされてるので、はい、今日は狙ってるものがあるんです。あ、そうなんだ。そうなんです、まあ、あるかわかんないけど、ちょっと狙ってるものがある。ちょっと見たいなと思ってて。ああ、なるほどなるほど。そうなんですよ。もう今羽田を通り過ぎたんで、もうちょっとでね。早いですね、うん、本当に人が少なそうなんで、ゆっくり見れそうなんで、今から向かおうと思います。やばい、でかくない？うん、着きましたね。これが三井アウトレットパーク木更津ですね。多分ですけど、本当に人がいないですね。でもね、木更津前行った時もそんなに人いなかったんですけどね。そう考えると穴場と呼べるかもしれないので、楽しみですね。楽しみです、うん、迷子にならないようにしないと。早速行きましょうか、じゃあ。はい。そう、なんかエリアで分かれてるんですよ。多分今ここにいるのはファミリー層というか、もう本当いろんな人が楽しめるような服屋さんだったり、まあ、そういうお店ですよね。グローバルは、ランバンとか。ナイキもそこにあるんですよね。ナイキね、いいよね。スニーカー履くの、ナイキとか。え、まさにさっき言ってたお目当てのものがナイキです。あ、なるほどね。一発目行ってみましょう。はい、ということでね、ナイキ見てきましたね。はい。サイズなかったね、ミカちゃんのね。サイズはありませんでした。ヨガ用のパンツを探してたんですよ。あ、ヨガ用のパンツが、ヨガやられてるんですよね。エストネーションさんとかセレクトが出てくるんで、といろんな服あると思うんで見てみましょうか。やっぱ夏物も多いですね。あ、なるほど。まあそうですね。ちょっと秋冬物か、なんかアクセサリーとかが欲しいよね。アーペンセイさんとかもね、ありますね。あ、アーペンセイのデニムが大好きなんですよ。デニムよく履いてるもんね、最近ね。デニムは履きますね、うん。あ、ロエベある。ロエベちょっと見てみましょうか、ね、見てみましょう。はい、お世話になっておりますなので、ちょっとロエベさん行こうかなと。なんかさ、ちょっとリゾート地みたいな。いや、わかります、わかります。めっちゃわかる。ちょっとじゃあ行ってきます。ちょっとロエベさん見てきましたね。はい。レディースが多かったですね。確かにそうですね、うん、本当にレディースが多かった。でも、小物系とか結構めっちゃあったあったから、僕一番カーディガンが欲しかったんですよ。20万ぐらいのカーディガンが 60% オフとか、だいたい服は 6、70% オフぐらいですよね。全然違う。すごい安くなってたんで、ぜひね、見てみてください。本当に申し訳ないんですけど、ご飯食べていいですか？これどこと行きたい？お昼ご飯を買いました。僕はすだちうどんに天ぷらとかね、エネルギーがつくものをね、買ってみたんですけどね。それお昼ご飯？これとクレープ。これとクレープ。あ、そうなんだ。それ何に？ちなみにチーズケーキのアイス。チーズケーキのアイス、はい、あ、めっちゃ美味しそう。今はね、ちょっとこれいただきます。プラダもあるし、マルニーさんも、バーバリーさんとかもありますよね。そろそろね、多分例の4つの大好きなあのブランドが出てくると思うので。モンクレールさん、ね、ランか、うん、欲しいですか？意外と最初欲しいって思ったんですよ。確かに意外っちゃ意外だね。そう、なんかこことか、なんかおしゃれなとこ多くない？なんかもう、いや、家具ありだな。そう、実は引っ越しを控えてるので、僕ちょっとアクタス見てみましょうか。はい、アクタスさんね、行ってきましたね。まあ、収穫はないということで。いや、ソファーとかね、やっぱいいのあるんですけど、そんなに真剣にソファーと今向き合う気になれなかったっていう、この暑さとかいろいろなもので。暑さ関係しますね。そうですね、金額もね、すごい高いので、ソファーとかは。なんか小物ですかったけどね。あ、違うわ、戻ってきてる、戻ってきてる。じゃあ今から M 方面に。そうだね、今から M 方面だね。やっぱ暑いですか？めっちゃ暑いです。暑くないですか？いや、暑いですけど、でもなんかそんな
に死んじゃうみたいな感じじゃないか。あ、もう僕は全然死ねるって感じですよ。めちゃめちゃ暑いです本当に。マスクに扇風機がつけたいですよね。つけたい、あのガスマスクみたいにしてほしい。あ、今隣、今隣、すげえテンション上がった今。上がりますね。ここ二つでね、なんか今日達成感がすごい。わかるわかる。ちょっとじゃあ二つも行ってきましょうか。そうですね。行きましょう。はい、ということでね、買いましたね。はい、買いました。マルジャラさんとワイズさん見てきたのか。ワイズさんはちょっと面白いものがあったりしたって感じですね。プロモとかもあって。マルジャラさんでね、二人とも購入させてもらって。なんか旅っぽいけど旅じゃないシューズですね。そうだね。旅はね、比較的皆さん履いてるかなと思ったんで。ちょっと違うの。違う方を選びました。これソールの部分が赤いね。赤いんですよ。MM だから6って書いてあるんだよね。って書いてあって、お値段がめちゃくちゃ安かったね。24,000円ぐらい。え、すごい安くないですか。元値が多分、まあ、7万8万ぐらいのシューズですね。しかもなんかすごいスタイル的にもいいしね。良さそうです。合ってるよね。似合ってそうだから。ありがとうございます。本当に安かった。そう、本当にね、めちゃめちゃ安かったんですよ。僕は帰ってから何かっていうのを見せますけど、2点で 10% で、3点以上で 20%。 そうだ。そう、さらに基本60とか50とかで、カバンは 30% とか多いんですけど、2つ買って1つ服で1つ小物なんですけど、それで5万円ぐらい税込みでって感じ、ね、いいお買い物ができましたよ、ね、めちゃめちゃ安かったね。あの、履いちゃうんですよ、買ったら。あ、履いちゃう人なんだ。こういう感じです。あ、いいね、やっぱりね、背伸びたね。身長がね、涼むところに行きたいですね。ちょっと進みましょう。何買ったかっていうのを帰ったら教えるんで、お願いします。はい、ということでね、行ってまいりました。昨日アウトレットに行ってきて、それから今日は帰ってきて、まあ、ちょっとお店の方で動画を撮らせてもらってるんですけれども、昨日ね、アウトレットすごい暑かったんですよ。やっぱり平日の朝早く行ったっていうのもあって、混み合ってる様子とかもなかったんですけれども、9月だけどまだ暑いんだなっていう感じがすごいして、行かれる方々はマスクしながらだと思うので、普通に長距離歩いたりすると本当にね、熱中症とか今はなりがちなんで、ちょっと水分補給とかだけは絶対にするようにお願いいたします。ということでね、買ったものをご紹介していきたいと思います。この前の御殿場アウトレットと同じで、メゾンマルジェラさんで買わせていただきました。はい、欲しかったアイテムが安くなってましたね、うん、もう一個は、まあ、新しく見つけたアイテムというか、あ、これいいやん、履いてみたらって感じのアイテムでした。なので2点ご紹介しようと思います。ではこちらです。ほい、こちらですね。マルジェラで買った時に入れてもらえる白い袋で入れてもらいましたね。御殿場の時は MM のショッパーだったんですけど、ビニールのカバンの中入れてしわくちゃになっちゃったんですけど、はい、すいません。マルジェラさんで2点買わせていただきました。はい、2点買うと 10% オフで 50%、60%、70%、80% まであって、まあ、3点買うとさらに 20% オフという、3点買うと1点タダになっちゃうぐらい安くなるキャンペーンをやっていて、しかも木更津アウトレットのマルジェラさんは期間限定ショップらしいです。詳しい日にちまでは聞いてないですけれども、11月でお腹なっちゃうみたいなので、もし気になってる方とかお近くで遊びに行こうと思ってる方は、まあ、11月までに行くといいのかなって感じがします。はい、まず行ってみやすい方、小物からいきましょう。真っ白いね、袋に入れていただきましたね。こちらですね。はい、マルジェラのレザーのポーチですね。ここにメゾンマルジェラと書いてあります。後ろにも4つタグがついておりますね。もともと黒が発売されていたのを 19AW かな、確か。あ、19SS ですね。はい、一応なんで分かったかっていうと、ここが2019って書いて01って書いてあると思うんですけれども、ここが2019って書いてあるのがシーズンの最初のあれですね。2020だったら2020年、2019年だから2019年、01っていうのが SS です。で02が AW、うん、っていうので判断できるので、品質表示タグにも書いてありますので、はい、覚えておいて損はないのかな。まあ、使う時あるか分かんないですけど、これ19年 SS なんで1年半前ぐらいのアイテムって感じですね。これね、定価がすごい高かったんですよ。僕そのシーズン見た時にこれの黒を見つけて、わ、めっちゃこれいいじゃんと思って、定価ね、8万円ぐらいするんですよ。うん、牛革カーブレザーでできていて、非常にね、こう滑らかで上質なレザーとなっております。それがその分ちょっとお値段はしますよという形になっていて、これがね 80% オフでした、これ。はい、普通に買っても1万6000円とか1万5000円ぐらいって感じだったんですよね。だからそれをさらに、まあ、何点買って何十パーオフって感じで1万4000円とかそれぐらいで買えたんで、めちゃめちゃお買い得でしたね。レザーのこの小物で1万4000円だけで単純に安いと思うんですけれども、それでね、さらにマルジェラさんっていうのでね、すごいなと思った記憶はありますね。昨日これ最後の1点っていうふうに言っていて、なんか何に使うのって思われる方多いと思うんですけど、これは腕とか足とかに装着して使えるポーチなんですよ。ここにベルトがついてるんですよ。ここにね、ベルトがついていて、これをこうやって外していただいて、これをね、こうして、これをね、キュキュキュッとキュキュキュッとやっていただくと、まあ、こういう風にね、装着ができるっていう代物なんですよね。今それのね、 T シャツにつけてるからちょっと違和感はありますけど、まあ、例えばジャケットとかにつけるとその様になるっていう、ちょっとね、やってみましょうか。ジャケットでこれの上に、例えばこういう風にこうね、カチャッとつけてあげて、こういう風にベルトを引っ張ってもらえると、こういう風にね、もうちょっと下がいいやつだったらここら辺とかで設定してもらってもいいんじゃないかなっていう。面白いですよね。まあ、肘側につけたりとか、
まあ、いろいろできると。本来は足につけるっていうのが一番よくて、そのためにこのカラビナみたいなのがついていて、このカラビナはベルトループに引っ掛けるんですよね。でベルトループで固定してここで巻いてピタッて固定させるみたいな。足の場合だとこの上の部分もカラビナで固定されるからもうピタッてくっついて、しかも足の方が見栄え的にはかなりいいので、ちょっとやってみますね。はい、今ちょっとベルトループがこの上の部分にあるんですけれども、太すぎてつけれないのでこのように設定しております。まあこういう感じでコーディネートが組めるって感じですね。まあ僕黒いパンツとか黒いアイテムが多いので、なんか白っていうの方も意外といいのかなと思って、アウトレットで本当奇跡的な再会を果たさせていただきましたので、こちらは購入させていただきました。はい、ありがとうございます。2点目はこちら、こちらですね。まあドッキングのデニムパンツですかね。はい、後ろのカラーが一番上に来ていて、後ろ側に来ていて、その前にインディゴがくっついている感じですね。なんでこれ外から見てもね、すごいデザインなんですよ。スリットが入ってるというか、かなり空いたデザインになっていて、履くとすごい良かったです。形も少しフレアな感じで太いデザインなんですけれども、めちゃめちゃいいなって思いました。これはね、確か 19AW ですね。201902って書いてあるんで 2019AW となります。はい、定価が8万円とか8万5000円に消費税とか8万8000円消費税とか、まあ、10万円ぐらいだった税込みで、これも 50% オフだったんで、4万ぐらいになって、そこからさらに引かれたのでかなりお安くなってましたね。2つで合わせて税込みで5万だったんですよ。ジャスト5万ぐらいだったんで、一応10番ですね。はい、まあ、ドッキングって結構マルジェラでいうとすごいお箱というか、ガネトロンプルイユとか、まあ、インサイドアウトとかいろんなこう有名な手法がありますけれども、マルジェラさんが作り出したというか一番最初にやり始めたものっていっぱいあるんですけれども、分かりやすいドッキングっていうのはアーティザナルとかでもよくやっていたような手法になっていて、2つ重ねるっていうのは、まあ、今っぽいトレンドもありますし、色のコントラストもいいし、形もすごい良かったので今回ね買わせてもらいましたので、これ履いてみましょうか。こんな感じですね。形がすごいフレアというか、まあ、広がってるようなデザインになってるんですよね。裾元とかが広がるので、どうしても前後ろで違うの履いてるなっていう感覚と、このウエストの部分のこの二重になってるところがやっぱりかなり変わってるなっていう。ちょっとウエスト大きいんですけどね、31インチなんで、ベルトもねここで2つ締めれるとこあるんで、はい、どっちでつけようみたいな感じになるんですけれども、すごい、ね、面白いデザインなので、なんか久しぶりにこうマルジェラさんっぽいマルジェラさんを買わせてもらいましたね。 19AW でいいですね。今こういう感じでタックインで履いてもらってもいいですし、まあ、普通に出していただいて履いてもらってもいいんじゃないかなっていう、すごいどっちでも使えるようなアイテムですね。僕あんまデニムって買わないんですけど、久しぶりに買ったなって感じです。すごいいいなと思ってます。レジに履きたいなと思います。はい、ということでね、木更津アウトレットさんで、マルジェラさんを2点購入させていただきました。はい、ありがとうございました。こちらのポーチが 80% オフで、こちらのデニムが、50% オフで、で、さらにそこから何パーオフということで、本当にね、非常に安く買わせていただきましたので、本当にありがたいです。本当にね、行ってよかったなってめちゃめちゃ思いました。しかもそのマルジェラさん自体は期間限定で11月までなので、12月になると多分ないと思うので、その冬になる前に皆さん行っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、木更津アウトレット自体は、まあ、そのマルジェラさんだけじゃなくて、トム・ブラウンさんとかもありましたし、やっぱりその御殿場アウトレットが、強いというふうに思われがちなんですけど、負けず劣らずとすごいね、本当にいろんなショップが入ってたりと、一緒に行ってくれたね、大月美香ちゃんね、はい、子は普通に友達で一緒にアウトレット行こうねってなっていただけなんですけれども、服使ってましたね。うん、非常に似合ってたので、はい、いいんじゃないかなと思います。すごいね、おしゃれな女の子なんで、ぜひね、インスタグラムの方を概要欄から見てフォローとかしてみてください。はい、こんな感じで僕はいつもファッション系の動画上げております。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも、中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。